かき DIY ともします。友人がドアミラーをぶつけてぶっ壊してきたので今回はこちらを修理したいと思います。車種の方は鈴木ラパンの HE22S。 友人がディーラーに行ったところ5万円程度かかると言われたらしくて、さすがにシャレにならないので中古パーツを使って直していきます。まあボロい車には中古パーツの方がね良かったりします。で購入したものはこちら、ドアミラー C で送料入れて3000円、ヤコクです。見る限り状態の方は十分綺麗だと思います。では最初にドアの内張りを外しますが、大抵の車はドアのピラーカバーか内張りを剥がせば外せると思います。中にネジが3本あるのでこれを外します。ミラーが落ちるので押さえながら外します。はい、こんな感じ。ではね、購入したミラーの方をね、つけていきます。線を通して、ネジを3本締めて、カプラをつければ完了です。パワーウィンドウのカプラーをつけて、縛りをはめ込んで、はい、こんな感じで取り付け完了。ではね、ミラーの確認をしてみます。はい、こんな感じです。やり方がわかれば簡単な交換なので、まずは自分で直せるか確認してみて、ヤフオクやメルカリとか中古パーツショップなどを探してみて交換してみると激安修理は可能です。はい、こんな感じで動画の方は以上です。よろしければ高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。